はい、それでは11月10日の3問に入っていきます。A は B 所有の公土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらず、C と公土地の売買契約を締結した。B が C に対し、A は公土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、A に公土地を売り渡す具体的な代理権はないことを C が過失により知らなかったときは、BC 間の本件売買契約は有効となる。丸か×かという問題です。一度問題考えたい方は動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、B が本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。B 本人、A が無権代理人、C が相手方と、まあ、いう状況なんですね。で、B が C に対して、A は公土地の売却に関する代理人であると表示していたと書いてありますね。B が C に対して、この A さんは代理人ですよって言っていたと。でも実際 A さんはこれ無権代理人なんですよね。で、無権代理人であることを C さんは過失により知らなかったって書いてあるんですよね。過失により知らなかった。つまり C さんは有過失ですよね。過失があるという状況です。で、質問内容は BC 間の本件売買契約は有効となる丸か×かという内容なんですよ。で、ちょっと問題文の理解については、ちょっと個別指導でお伝えする流れになるんですけれども、売買契約が有効となるかどうかについては、ここの文ですね。A は公土地の売却に関する代理人であると表示をしていた。これ代理権授与の表示という内容で、これ表権代理の一つのパターンを表しているんですね。だからここのキーワードからこれ表権代理の話だ。表権代理の内容を使えば、ルールを使えばこれ解けるんじゃないかと考えて、表権代理の場合っていうのは、相手方が善意無過失の場合に表権代理が成立するんですね。で、表権代理が成立すると契約が有効になるっていう流れになるんですよ。で、今回 C は過失により知らなかったということなので、有過失ですよね。有過失。ってことは、相手方は善意無過失ではないわけなので、表権代理は成立しない。表権代理が成立しないから、BC 間の契約は有効ではないという流れになります。だから答えは×なんですね。で、まず覚える部分で言うと、表権代理が成立する要件として、相手方は善意無過失。このルールはまあ覚えなきゃいけないんですよ。だからこれは覚えてください。ただ、これは単に答えを覚えるだけじゃダメなんですね。つまりまあ、ここだけ覚えてもダメなんですよ。ちゃんと表権代理というものを理解する必要があるんですね。で、理解ができたら類題も解けるようになるんです。つまり表権代理のいろんな問題が解けるようになるんですね。ただちょっと今回はそこまでちょっとお伝えすると長くなりますので、まあこの問題の具体的な解説についてはちょっと個別指導の受講さんのみお伝えいたします。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらから内容ぜひご確認ください。で、問2ですね。監督処分です。国土交通大臣に、宅建業を営む旨の届け出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。指示処分受けることはあります。で、ポイントとしてはですね、まず、信託会社っていうのは、免許を受ける必要はないんですね。国土交通大臣に届け出をするだけで、宅建業を営むことができます。まず、これは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言ってるかっていうと、信託会社は免許に関する宅建業法の規定は適用されないことを意味してるんですね。これ免許を受ける必要ないわけですよね。届け出だけでいい。つまり、免許に関するルールは適用されませんよって話なんですよ。ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取り消し処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども。なんで、ここも二つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。で、今回の問題はこの2つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取り消し処分以外の監督処分。まあ、例えば、まあ、指示処分とか業務停止処分ですね。こういったものについては、他の宅建業者同様適用されるんです。つまり、今回の問題文、指示処分を受けることはあるというのは丸になるということです。で、今回3つのポイントをお伝えいたしましたので、3つのポイント、ちゃんと頭に入れておきましょう。
そしてまだ途中なんですけれども、まだチャンネル登録していない方は、ぜひ今チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、3番目です。国土利用計画法。A が所有する市街化区域に所在する面積5000平米の一段の土地を分割して、1500平米を B に、3500平米を C に売却する契約を A がそれぞれ B 及び C と締結した場合、B は事後届出を行う必要はないが、C は事後届出を行う必要がある、丸か×かという問題ですね。まず一段の土地っていうのはひとまとまりの土地だというふうにお考えください。で、これ分割して B に1500平米売って C には3500平米売ったって話ですよね。で、売り主は A さん、買い主は B と C という状況です。で、事後届出が必要となる土地取引の面積っていうのは市街化区域では2000平米以上ですよね。で、この場合、権利取得者、つまり買い主は事後届出を行う必要があるわけなんですけども、この要件を満たしているのは C ですよね。B さんっていうのはこの要件満たしてないですよね。C さんは2000平米以上ですよね。3500平米だから2000平米以上。B さんは1500平米なので2000平米未満。したがって B は届出不要。一方 C は届出が必要。ということです。したがってここに書いてある通りですよね。B は事後届出を行う必要はないが、C は事後届出を行う必要がある。つまりこれは丸だということになります。まあ、基本問題なんでしっかり頭に入れておきましょう。まあ、今回はね、表現代理が一番重要な部分なんで、表現代理ちゃんと理解したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。まあ、こういった理解の積み重ねが、まあ、合格力をつけることになりますので、まあ、表現代理だけではなくて、もういろんな部分をね、ぜひ理解していただければと思っております。個別指導の詳細は、この動画の下の概要欄ございますので、ぜひご確認ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。